こんにちはですね。こんにちは。これを見て、もうスラスラ読めない人いますか？読めない。ちょっと厳しい？大丈夫？そう。あ、そっか。そうだよね。日本語難しい。これ日本語のメッセージっていう、メッセージか、日本語のセミナーって言ったので、日本語でやります。ごめんなさい。で、今日はですね、日本の文化を背景に合う弟子訓練の方法っていうのをやるっていう話をさせてもらうんですけど、この中でですね、皆さんの教会で弟子訓練っていうのをすごく意識的に、意識的にしている教会はありますか？もうすごく頑張ってしてる。もう、1、2、3、4、5、おー、6。じゃあ、そっか、そうだよね。で、今日本の方一回ちょっと手を挙げてもらっていいですか？日本の方。ああ、なるほど。この中で自分は弟子訓練をされて今の私がいるっていう理解がある人はいますか？ああ、なるほどね。システマチックですか、それとも自然とですか？ああ、いい質問ですね。それすごくいい質問ですね。どっちでもいいです。それすごくいい質問。ああ、そうですね。そうですか。日本で、僕はですね、日本で育ったんですけれども、僕1981年生まれなので、今年37歳ですね。で、大学生の時が2000年ぐらいなので、その時ぐらいまで僕弟子訓練っていう言葉を聞いたことがなかったですね。だから教会生活っていうのは大体その牧師先生がいて、日曜みんなその先生が言ってることを一生懸命聞いて勉強するっていうのを僕は習ったんですね。で、それが教会生活だと思っていました。で、留学するぐらいですね、2006年に留学したんですけど、その頃にですね、初めてそのディサイプルシップっていうのを僕初めて聞くんですよ。ディサイプルシップって何ぞやと思ったわけですね。で、その時、ディサイプルシップ何か分からなくて、いろんな人に聞いてみたら、韓国の教会ではそのディサイプルシップっていうのをですね、弟子訓練と訳すんですね。弟子訓練っていうのを訳すんですけれども、それを知って、韓国の教会は日本語にそういうテキストとかをすごくね、訳すのが上手なので、そういうの見ながら、ああ弟子訓練ってこういうことやるんだっていうのを見て、僕は衝撃を受けたんですね。それはどうしてかっていうと、日本の教会、僕が言ってた教会っていうのは、そこまでこの私たちの信仰のコアになる部分を言語化して教えてくれてたことがなかったので、それに出会った時すごく衝撃があったんですね。僕教会でずっと育ってたので、自分のことクリスチャンだと思ってたんですけど、大学1年生の時に、キリスト教系の学校に行ってて、ドイツ語の先生が、あ、この子でクリスチャンいますかって言われて、あ、僕手挙げた、一人だけ手挙げたんですね。で、ドイツ語の先生が僕に、ミスター国、あ、ミスター大西、福音って何ですかって言われたんですね。福音って何ですかって、皆さんどう答えますか、福音って何ですかって。僕ね、その時答えられなかったんですね。どうしかというと、教会生活でぼやっとしか僕は分からなくて育ってたね。文化として育ってたんですよ。だから福音って何なんだろうと思って、で、そのドイツ語の先生、クリスチャンじゃないんですよ、今でも覚えてますけど、岸先生って言うんですけど、岸先生が僕に向かって、そんなんでクリスチャンって言っていいんかって言われて、すごく恥ずかしかったことを覚えています。で、そのことが思いながら、その海外経験があって、弟子訓練っていうことにこう自分も学びながら見て、あ、これはすごいと思って、これを日本の教会に紹介しなくちゃって思ったのが、私のジャーニーのですね、私のこの弟子訓練と日本っていうこのテーマのこうなんか始まりだったんですね。そういうことをお話をちょっとしたいと思います。で、今日はですね、こういう定題を出したいと思います。スモールグループを用いての伝道と弟子作りへの模索と挑戦。もうすごい漢字ばっかりですね。ちょっと僕インテリなのでごめんなさい。嘘です、全然嘘。要はですね、弟子作りっていうこと、伝道っていうことも含めてなんですけど、それをスモールグループっていう、
形を使って やるのが日本人に合ってるんじゃないかなというお話です。今日は分かりましたか？聞いて分かりました？スモールグループっていうのを用いて伝道っていうのも弟子訓練というのもできるんじゃないかっていうことをみんなでちょっと今日話していきたいなと思います。皆さんよく聞いて分かりますか？言ってることね。分かり、はい、行きましょう。でまあこれがですね、まあ定題っていうことですね。まあ一つでまあ僕がこう今日掲げているんですけども、すごい長くなって申し訳ないです。愛の実践を真剣に取り組む弟子作りを意識的に行っているスモールグループこそ低迷する日本のキリスト教会を活性化させる有効な方法の一つではないんでしょうかっていうことを僕は今日お話ししたいと思います。でまあコロナ禍で日本の教会で生まれ育った人いますか？ああちょっと聞きたいですね。日本の教会、僕先生たちもいたらちょっとドキドキするな。日本の教会の、まあ、イメージってどうだと思いますか？ お名前いいですか？はい、あ、はい、先生どうイメージ。暗く固くつまらない 3K って言われるやつですね。暗く固く KK、 あ、つまらない KKT。 あ、なるほど。あ、ちょっと気分が落ち込んできました。あ、そうですよね。そう、暗く固くつまらない。頑張りましょう。ジュン君はどんなイメージが？近づきがたいイメージが。あ、近づきがたい。大丈夫かな俺ら。そうか、そうですか。まゆさんでしたっけ？はい、あ、まゆさんはどんな？似たようなところもあるんだけど、はいはい、あとはなんか狭い。あ、狭い。狭いっていうか、なんかクローズドな。あー、なるほどね。こう閉鎖的だっていう。なるほどね。はいはい。お願いします。家庭的。あ、家庭的。おー、いいですね。そう、もういいとこも聞きたい。そう、家庭的であり、それで、それ僕ね、実はキーポイントだと思います。まあまあ、これまあ僕、まあ今日はみんないろんな人がいるんですけれども、まあ日本の教会あるあるですね。まあ、こういう感じ、やっぱりそう、教会がちょっと学校みたいなところがちょっとありますね。まあこう誰かがこう教えるのをみんな一生懸命やるっていう、こうすごくこう情報がこう結構一方的だっていうのは特に日本の教会であると思います。でまあ僕はですね、教会って何だろうっていうのをね、これ毎日考えます。教会ってな、もう正直言いますけど、僕今日いろんなことを言うと思いますけど、僕は混乱しています。非常に混乱している。教会っていうものが何なんだろうっていうことを混乱していますね。だから皆さんにも僕はそれをすごく聞いてみたいなと思いますけれども、教会とは何かっていうことを皆さん一言で、これクリスチャンじゃない人が聞いても分かるようにですね、もし答えるとするなら皆さん何と答えますか？今僕は20秒あげますから、隣の人と話してください。教会って何ですか？素晴らしい。はい、じゃあ今お隣の人聞いて、いや、この人の答えめっちゃイケてるって思った人、じゃあお隣の人の答えを発表してください。あ、お願いします。イエス様を愛してる人たちが集まってると。あ、素晴らしい。本当にその通りですね。イエス様を愛してる人たちが集まってるところですね。はいはい。他にあ、お願いします。家族。あ、家族ですね。家族、本当ね、それもね、本当そこが鍵なんですけれど、家族っていう言葉もですね、今いろんな意味を指すようになってきてますね。他にありますか？皆さんないですか？なかなかね、難しい。僕もこうチャーチプランターの端くれなのでいろいろ勉強するんですけれども、社会学でこういうことを言いますね。インスティテューション、つまりこうなんか制度体とアソシエーションっていうものがあるとするじゃないですか。で、インスティテューションっていうのはまあ組織なので、
決まり事がしっかりしてて、その決まりやルールを守らないとペナルティがあると言われることが、まあ、インスティチューションと言われるんですね。で、アソシエーションっていうのはですね、どっちかというと趣味とかですね、なんか別にそんなになんか、なんていうの、私抜けるわとか言って抜けて、なんかアソシエーションがその抜けた人にこう法的な措置を取れるとか、そういうのはないんですね。アソシエーションはどっちかというとこう趣味とか気のいい仲間が集まる人たちの集まりのことをアソシエーションと言いますね。で、うまくできている、もう大企業をよく見てみると、このインスティチューションとアソシエーションが本当にうまくバランスよくできている団体が成長して大きくなると社会学では言われてるらしいんですね。で、そこがこう僕は本当に思うんですけど、日本の教会を見た時、皆さんどっちだと思いますか、ね、で、これはね、いろんなスペクトラムの教会がありますね。もうすっごいガチガチな、ね、教会がありますね。僕が、まあ、歩いていた某あの教団 の, あの教会はですね、僕はあの牧師、まあ、そこで、まあ、神学生として働いていたんですけど、最初の1日目ですね、あの僕があの就任して、あ、教会お世話になりますって言ったらですね、あの、まあ、あのそうですね、あの婦人会の一番偉い人がですね、僕にこのフエルトをくれるんですよ。フエルト、フエルトって分かりますか、あのなんか生地ですね、あの裏にこう裏がスティッカーになってて、こう布みたいになってやつを僕にくれるんですね。で、あ、大西先生、これはいどうぞって、あ、これは何ですか、何だと思いますか、スタッフの人、あ、とか思いますよね。名前書いたらいいのかなとか思って、あの、じゃあそれを靴の肩に切って靴の足ここに貼ってくださいと、あの礼拝中電気つけたり消したりするときに音が鳴ってはいけませんからって言われたんですね。本当の話です、うん、だからそういうと教会もあればですね、あのなんか行きたいときに行って、あの人のこと嫌いやからもう行きたくないからやめとこうみたいな、そういうなんかこと緩い教会もありますね。で、どっちもこれが教会でこっちが教会じゃないかって言ったら違いますね。全部そういうの含めて僕は教会だと信じたいんですけれども、でもそのバランスを見極めるときに、例えばですね、この地上で、まあ、教会がその素晴らしいバランスをマッチしてたら僕は一番いいと思うんですけど、教会以外でそのなんかインスティチューショナルな部分もありながらアソシエイティブな部分がある共同体っていうものがもしこの世に存在するとするんだったら何だと思いますか？考えたことありますか？教会がモデルになるべきようなその素晴らしいバランスの共同体、ん？幼稚園？自由はありますよ。あ、そうだね。それも本当にそうかもしれないね、うん、幼稚園もいい答えかもしれないね。僕はですね、家族だと思うんですよ。やっぱり本当に本当の家族っていうのはちゃんとルールもあってですね、屋根の下にはやっぱりお父さんの抱えたルールがあってですね、その中で自由がやっぱりあるっていうのが多分家族だ。だから僕なんかいつもその教会ケースをするときにやっぱり家族っていうものがあればいいなと思います。神様を愛する人たちの交わりであるべきなんですけれども、それ以上のことも実は中にあります。で、まあ、ここにいる人たちはもう信仰の長い歴史の長い人たちですから、もう当たり前なことは結構僕は飛ばしていきたいと思うんですけれども、まあ、大宣教命令っていうのがあるじゃないですか。大宣教命令っていうの、この中でまあ牧師先生もたくさんいるので、そんな難しい話はしたくないんですけれども、要は大宣教命令で、このまあ19節から20節に動詞がいくつかありますけれども、その動詞を挙げてみるとですね、こういうことになってますね。あなた方はまず行ってですね、行ってあらゆる国の人々を弟子にしなさい。そして父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じ、すべて置いたすべてのことを守るように彼らに教えなさいっていうのを書いてますけれども、4つの動詞が書いてるんですけど、この中で、まあ、主体となる動詞があるんですよ。こう4つの動詞ね。1つ目はこう書いてますね。1つ目は行くこと。そしてもう1つは弟子とすること。そしてバプテスマを授けること。そして教えるということが4つの動詞なんですね。大宣教命令。つまり教会に集められた人たちがするべき命令なんですけれども、この4つの命令の中、4つの動詞の中で何が主動詞だと思いますか？一番大事っていう。
はい、素晴らしい、ありがとうございます。そうですね、弟子としなさいっていうのがその主動詞なんですね。で、その他の3つの言葉は何を言ってるかというとですね、あの How の部分ですね。これ弟子とどのようにしてするかっていうことはですね、あなたがまず行かないといけない、行くことで弟子を作らないといけない、そしてバプテスマを授けることで弟子を作らないといけない、そして、彼らを教えること、私が教えたことを全て守るように教えることを通して弟子をするということなんですね。で、まあ教会っていうさっきの言葉に戻りますけれども、エクレシアという言葉は皆さん聞いたことはありますか？エクレシアというのも教会という意味なんですけれども、その元々の意味はですね、あの呼ばれてきた人たちですね、呼ばれてきた人たちね、 called out one という言葉ですけれども、まあ、呼ばれてきた人たち、神様の御名によって召がある人たちが集まってくる人のところを教会というんですね。で、教会はですね、なん神様がどうして私たちを集められたかというところはやっぱりそこですね、弟子とする、つまり教会とは弟子を作る人たちの集まりだと僕は信じています。で、この弟子という言葉がですね、ちょっとこれからあの分かち合っていきたいなと思うんですけれども、皆さん、あの弟子って何だと思いますか？弟子、弟子とは、じゃあ弟子とは、皆さん、じゃあお隣の人と10秒あげます弟子とは、もう簡単に言っていくよ、簡単に一言で、ついていくこと、ついていく人、はい、じゃあいきましょう、じゃあ答えてください、今、ついていく人、はい、他に一言で、はい、学ぶ人、はい、他に御言葉を行う人、他に先生と一緒の生活をする人、あ、先生と一緒の生活する人、見えるなこれはですね、実は全員正解です。で、簡単に言うと、弟子とはですね、学生のことですね。つまり、まあ、学生って僕ちょっとあえて言ったんですけども、ことはその死について、その人の考え方を学んで、その人のように生きることを弟子と言いますね。だから言いますよ、考え方を学んで、そのように生きる人たちのことを弟子と言います。本当に簡単なことですね。つまりですね、イエス・キリストの弟子とはどういう人たちのことか。つまりイエス・キリストの弟子はですね、イエス様の考え方ですね、パースペクティブですね、見方を学んで、イエス様が生きたように生きる人のことを弟子と言うんですよ。つまりですね、クリスチャンっていう弟子のことですよね。弟子はですね、クリスチャンのことですね。これ日本の教会で言ったらびっくりする人たくさんいますけれども、クリスチャンの皆さんに聞きたいんですね。皆さんはイエス様の弟子ですか？はい、はい、ありがとうございます。そこははいって言ってくださいでも、あの教会の、まあ、教会に長くいる、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに、そういう人たちが悪いとは全然言わないんですけれども、のお話しして聞いてみると、うん、タエさん、あなたはイエス様の弟子なんですよって言ったら、いや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 、私は弟子じゃありませんとかいうおばあちゃんいるんですよ。で、でもタエさんは日本、あのクリスチャンだと思いますかって言ったら、そうですね、イエス様に愛されて許されてクリスチャンです、あ、じゃあ弟子ですねって言ったら、いやいや弟子じゃないこれ、ね、この混乱がやっぱ日本の教会にはまだまだあると思うんですね。つまり日本のキリスト教会の中で、もしですね、クリスチャンイコール弟子だっていうことが、もしそのエスタブリッシュすることができたらですね、いろんな考え方は少しずつ変わっていくと思います。それで、まあ提案なんですけど、弟子となり弟子を作ることが教会の生き様であるとするならですね、弟子作りに徹底した、もう徹底した共同体を作ることで、日本のキリスト教会にある閉塞感を打破することができるんじゃないかっていうことを、今日僕いろんな提案をしますけれども、一つその提案があります。そこでですね、今のはこれはあの
プロローグなんですけれども、まあ、僕の自己紹介を簡単にしたいと思います。でこれはですね、まあ、僕と奥さんと子供2人なんですけれども、まあ、僕は日本の、まあ、日本キリスト教団っていうところでですね、まあ、育ってたら変ですけど、まあ、お父さんとお母さんが教会を開拓してその教会で育ちました。単立で。それで教育をどこで受けたかっていうと、日本の神学校で僕は教育しました。日本の同志社大学っていうところの神学部で僕は神学学士を受け取って、その後東京にある東京神学大学ということで神学修士を組織神学でやりました。バルト神学を勉強しましたそうですね、日記の人しか受けないですけれども、私が勉強しました。でその後ですね、日本の教会でちょっと働いて、その後、南カルフェにある、神学校ですね、まあ、タルボットというところで勉強して、スピリチュアルフォーメーションとソウルケアというところでまた MDiv を習得しました。でその後ですね、在米韓国人教会、まあ、サラン教会って言ってもう死ぬほど大きな教会なんですけれども、まあ、1万人ぐらいいるところの教会の50人いる教会の中の一人として働き始めました。牧師の一人として働き始めました。50人も牧師がいるので、まあ、なんか全然なんか責任は薄かったんですけれども、まあ、皆さんのお手元 の、 その紹介文に副牧師って書いてるんですけど、副牧師じゃありません。50人の中にいるなんかたくさんの、まあ、アソシエイトパースターの一人として働き始めました。でその中で、まあ、弟子訓練を学んだんですね。で35歳で、まあ、家族で日本に帰国して今 2年でして、開拓を西宮でしています。でこの話をどうしてしようかという、どうしてなぜ大事かということですね。本当に文化によって人々の自分たちが関わり方が全然違う、距離感がすごく違うっていうことを僕はすごく学びました。ここにいる皆さんは結構インターナショナルなコミュニティにいるので、普通の日本人とはちょっと違う自覚、違うっていうことを自覚してくださいということでですね、日本人の方どれぐらいいますか。じゃあですね、お互いに指さしてですね、あんた変わってるよって言って変わってそれ言わないですよね。これが日本のところです。そういうのも、まあ、ちょっと話していきたいんですけれども、だから僕はですね、アメリカのもうタルボット神学校、僕がいた時はですね、もう本当に白人ばっかりの学校だったんですけれども、そこの白人学校に行って、アメリカ人がこう何ですか、先生に向かってですね、もう手を挙げてですね、先生それ違うと思いますとかいう学生がいることを、僕は日本で育って僕は衝撃を受けるんですよ。みたいな、プロフェッサー I disagree とか、What? みたいなそのアメリカのその文化に僕は衝撃を受けました。で、まあ、韓国の教会にいたので、韓国人の教会にいた時にまた感じたのはですね、師と弟子っていうか先生と学生っていうのにはですね、もう越えられない壁があるんですね。だから先生がこれやってねって言ったら、先生ははいとしか聞かないですね。いいえっていう言葉や質問は聞かないですね。そういうふうな、こうすごい縦割り社会があります。そういう文化的なことを知っておくことは非常に弟子訓練の上で大事だっていうことがありますね。でこのお話をする前にですね、僕の簡単なお話を、弟子訓練のお話をしたいと思うんですけど、僕のさっき言ったサラン教会には1万人の教会なんですけれども、前大体ですね、その当時は7500人ぐらいが韓国語を話す韓国から来た移民の人たちで、まあ、2500人ぐらい、待って、これ大体ですよ、ぐらいの人たちが英語を話す韓国系アメリカ人、韓国語もちょっとできますよ。でその中で韓国語を話す人たちがリーダーシップにいます。で英語を話す韓国人はそれに従う人たちですね、まあ、若いですから特にね。ということで韓国語を話すリーダーシップの人たちは当然成功を収めている弟子訓練のテキストをですね、英語部の人たちに渡すんですよ。これをして弟子訓練をしなさい。で彼らはまあそれを訳して出版して使い始めるんですね。うまくいくと思いますか？全然うまくいかないんですよ。なんでうまくいかないのって、もうこのことでね、多分5年ぐらい無駄にしましたね。みんなが考えながらですね、なんでうまくいかないのかっていうこと、そう考えていって模索して、僕はその中で
あの日本人留学生に韓国人が作ったあのテキストを日本人留学生に向かってやってたんですね。うまくいったと思いますか？うまくいかないんですよ。それです。僕は衝撃を受けるんですね。弟子訓練はまあまあ当然なんですけど、やっぱり一つ一つの民族やその人たちの在り方によらなければ、やっぱりテキストでは人はやっぱり変えられないっていう、もう簡単なことに僕は気づくわけなんですね。そこであの今日のこのお話を進めていきたいんですけれども、アメリカ人のにあのまあそうですね、人アメリカ人って簡単にこれジェネラライズしてるからね、 Don't get offended guys, okay? I'm just generalizing it for the sake of fun. Anyways, あのアメリカ人のあの関係はですね、結構こういう感じですね。この矢印でちょっと表現したいと思います。まあ北米でまあ主に見られるような関係性っていうのは、アメリカ人は結構この横のつながりというか対等ですね。で、そうフラットですね。なんか僕がよくあの朝で朝韓国の教会なので蒼天祈祷に行った帰りにですね、みんなでデニーズでですねパンケーキを、ボトムレスパンケーキを食べているとですね、よくですねあの隣のブースでですね、白人のおじさまがですね、あの若い子にですと一緒に聖書を読んでる場面をよく 見かけたんですね。でもそこにはですね、本当にね、あ先生教えてくださいとか、お若者私が教えてやろう、そういう関係は全然ないんですよ。もう本当にあ彼もう耳をこうドロップして聞いてるんですけれども、本当に彼らが本当に友達みたいに話し合ってるんですね。そこで本当にこう横のね、人情あるというか、本当に横のつながりがあって、年齢を超えた職種を超えたですねつながりがあって素晴らしいなと思うんですね。そういう関係があります。すごく個人的でありですね、横のつながりが強くてカジュアルでありつつ、まあ、プレッシャーが少なくて、だけど、まあ、誰があのちゃんとその愛をポアしていて、まあ、受けているかっていうのはちゃんと一応明確であるということがあります。かたやですね、日本韓国人の人間関係の方法を僕はちょっと教えたいんですけど、ちょっともう言ったので内容分かると思うんですけど、韓国人はですね、もう排他的にこうです。もう上下関係上下関係です、これね。で、特にこれはちょっとあの、まあ、言わなかったんですけど、大体ここが少数でここがたくさんいますね。そう、上の人たちが、まあ、下の人たちに教えてあげるというタイプです。だから、まあ、特徴は上下関係があり、ちょっとまあ権威的であるけれども、役割がすごく明確で、こう上の人、まあ、師と呼ばれる人たちが、まあ、お弟子さんって言われる人たちにこれこれこうしなさいってチャレンジすると、まあ、それをちゃんとやっぱ受けないといけないし、やらないとちゃんとそれにちゃんとアカウンタビリティがあるというパターンがあります。そこでちょっと今日皆さんに聞きたいんですけれども、日本の人たちはですね、まあそうですね、これかな、これとこれのどっちだと思いますか？これね、俺今日聞いてみたかった。日本の人たちはこれとこれどっちだと思いますか？どっちに、どちらかというと偏っていると思いますか？韓国。そうですか。皆さんの教会でもし行われている弟子作りっていうのは どんな感じですか？こっちですか、こっちですか？フラット。ああ、まあ、インターナショナルの教会はそうかもね、うん、あじゃあ聞きましょう。皆さんの教会で行われている弟子作りっていうのはアメリカっぽくフラットだっていう人。ああなるほどね。あれ、まあ、まあね、マスタードシード系がみんな手を挙げてますけれどもね、じゃあ皆さんの教会の弟子訓練はどっちかっていうと韓国系上下的だっていう。そうか、そうですね。ちょっと聞いていいですか、あのじゃあフラットの人たちの弟子訓練のあり方、具体的なやり方ってどんな感じですか？何してますか、弟子訓練みたいなの。何します、なんか聖書一緒に読んだりしてますか？ああしてますか。あじゃあ上下的なっていう人たちは何をしてますか？何してますか。一緒に聖書を読んで、はい、なんか弟子訓練の方を使う。そうね、テキストがね、はい、ありますね。だからまあ誰が先生で生徒かってはっきり見えちゃう感じですね。まあ、それね、
得て不得てがあるんです。いいところと悪いところがありますけれども、まあ両方ありますね。僕ねこれね衝撃だったんですよ。これ僕この2年間僕が神様から習ったことを今日皆さんただで教えます。もう素晴らしい。いやこのためだけに今日来ました。で俺ねこの両方日本の人たちにいろんなやり方で試したんですけれども、うまくいかない。そこで気づいたことがあります。それはですね、日本の人たちはですね、あ、見たいですか次、見たい。じゃあもうちょっと巻き増しましょうか。じゃあお話をちょっとしましょう。ある時、まあ、僕たちのこのなんかグループにですね、クリスチャンがクリスチャンじゃないかっていう子が来ました。で、その子、まあ、話をね、みんなでね、こうフェローシップの中で聞いてるわけですよ。聞いてるとね、なんかみんなお互い、普段いつも来てる人たち顔を見合わせるわけですね。こいつクリスチャンちゃうなみたいな、だんだん見えてくるわけですね。でその日彼の発言とか話し方とか知識のなさとか聞きながら、みんなお互いね目を見合ってね、あ違う違う違うと思い出して、ある時ねある人はね自然とポッとね自分の証を始めるんですよ。で証を始めて、その証を彼はもう食い入るように聞き始めるわけですね。それで、ね、ちょっと感動し始めるんですね。で彼は自分の話をポッとして出すんですね。その後ですね、またそこにいたもう一人の人がですね自分の話をして証みたいなの始まるんですね。でその中で彼はまた神様について何かが気づいてコメントをするんですね。である人がそのコメントについてまたコメントが始まって、面白い形ができるんですね。俺その時にね、これやと思ったんですね。つまり日本人はですね、これなんですよ。日本の人たちの交わり方っていうのは縁なんですね。これはすごい。みんなあの大げさに驚いてから、せーの、ありがとうございます。本当これね本当にそうで、すごいそのやっぱりですね、輪の中に人を入れることでですね、みんなこうなんとなく自分の話がしやすくなるんですね。それだけじゃなくて、みんなが貢献できる、そして自分が話したくなかったら話さなくてもいいんですね。しかもみんなが話してる間、自分が何て言ったらいいかって考える時間もあるし、なんかいろんなタイミングで、これ本当聖霊様の働きがあるんですけれど、自分が言ってもいいような雰囲気になったりするんですね。だからその場合ですね、誰もこういうなんか、なんていうんですか、誰かがティーチャーで誰かがファロワーでっていうことはなくて、実際にね、あの弟子として学びたい人がそこに入ってたとしても、あるいは自分は先生だと思ってそこに入ってる人がいたとしても、お互いの話を聞きながら学ぶことができるっていう、もうグループラーニング、素晴らしいんですね。これは本当にですね、日本人が持ってる独特の強さだと思います。でこれまたもう一つ違うお話をするんですけれども、僕はあの、まあ、職柄上ですね、職業上いろんな選挙トリップに行きます。である時東京に、まあ、短い選挙トリップがあって参加したんですね。その時にですね、その、まあ、選挙トリップは世界中からいろんな人たちが来て一つのイベントをやるというあの選挙トリップだったんですけど、その時にすごく思ったのが、まあ、ラテンアメリカの人はですね、常にもう陽気なんですよ。いつも歌ってるラララーみたいな感じで楽しくしてるんですね。でその北米の人たちはですね、いつも必ず誰か一人捕まえて一緒に Yeah, you know Jesus is so good, man みたいな話をしてるわけですね。で観光人の人たちは集まってですね、一緒にご飯食べてるんですね。でその中で、その中で僕がね、パッと見た時にね、日本人がですね、どういう働きするか分かります？日本人ってね、その中にね入ってうまくその個性の強い全然違う民族の人たちをなんか自然と輪っかにすることができるんですよ。そんな経験ないですか、日本の方々。なんかちょっとした気配りなんですよ。なんかあな今なんかアンディさん喋ってるからちょっと集まりましょうとか、あおトイレあっちですよとか、帰ってきたらあのここ席用意してますからとか、日本の人でねすっごい気配りするんですけど、で誰が導いてるかわからないのよ。だけど自然とこうなんかみんなを輪っかにすることができる、この日本人の人That's our way。 本当それがねできるっていうことを僕ちょっと気づいたんですね。そういうことちょっと聞くとですね、弟子作りのあり方でちょっと変わってくるんじゃないかなと思います。でまあ今日はですね、まあ、日米韓別
文化別弟子作りの良し悪しってことをちょっとやりたいんですけれども、まあアメリカでよく見られる弟子作りっていうのはですね、良い点、年齢、職種に関わらずですね、こうインティメートな親密な関係作りがすごくできるのは本当に素晴らしい。これは本当にあのアメリカ人が持っている独特のパーソナリティがそれをさせてくれるので、ここに日本人が入ることによって非常に素晴らしい環境を築くことが実際にできます。で、悪い点はですね、本人のやる気や環境にすごく よく左右されてしまうということですね。すごくよ、要は個人的な社会なので、結構こうあなたのやる気次第でどうにもなるみたいな感じですね。で、もう一つはですね、韓国式、良い点はですね、強いアカウンタビリティがあります。強い、それはもう先生がやりなさいって言ったらやらないといけない。やらないとですね、電話かかってきますから。僕それしてましたから、あれやりましたかみたいな、でしたらまあチェックみたいな、じゃあ次もっと頑張りましょうみたいな、ね、だから強いあのアカウンタビリティがあります。しかしね、悪い点はですね、何ですか、嫌でしょ、そんなことされてもね、強制や高圧的に感じることもある。でも結果はね、出ることは出るんです。まあそれもいいことの一つです。で、日本でじゃあ見られるものの可能性ですね、これですね、みんな、さっきも言いましたね、みんなが参加して貢献できる。でもね、悪い点があります。それは間接的ですごく曖昧、めちゃくちゃ曖昧ですね。挑戦もしにくいですね。例えば、まあ、どんなのがあるかな、まあ、奥さんにごめんってなかなか言えないんだみたいな、そこまでそのボーナブルになれたは良かったものの、まあ、別に誰かが誰かに強いアカウンタビリティを持ってるわけじゃないから、じゃあお祈りして終わろうかで終わってしまうんですね。変化がなかなか起きにくい。そしてですね、対象が捉えにくい、つまりみんなが輪っかになっているので、誰が成長するためにどの人がどのように取り組んでいるかわからないということがあるので、まあ、これは悪い点だと思われます。そこでなんですけれども、まあ、これはまあこうだと思いながらですね、まあ、提案のもう一つなんですけれども、僕はですね、この日本のこう低迷するキリスト教会っていうのはですね、このスモールグループっていうことをもっと本当に意識的にすることができたら、この低迷する日本のこの教会っていうものをこう打破できるんじゃないかなと僕は思っています。だから今日はですね、スモールグループを僕はすごくこう推していきたいんですけれども、単なるスモールグループではちょっとないんですね。だからまあそこで今日は お話をちょっとしていきたいんですけど、この中で自分たちの教会のスモールグループに属していない人を手を挙げてください。あ、みんな属してますか。あ、いない。どうしてですか。なんでみんながバラバラなんだよね。そうだから、アーバンチャーチとかはそういうのがチャレンジですね。でね、これね、一つやっぱり僕も牧師からなんですけど、牧師先生が自分のスモールグループがなかったりするんですね。もうなかなか大変なところなんですけれども、スモールグループがあるところの人たちに、まあ、聞きたい、みんな属してるみたいだから聞きたいんですけれども、みんなスモールグループどうですか。どうスモールグループも毎週楽しくてしょうがないっていう人であげてください。そうね、スモールグループちょっとなんか微妙かなって思う人であげてください。そうかね、顔映ってないから大丈夫ですよ。ちょっとぼかしかけときますね。そう、まあね、スモールグループなんで言ってるのかわからないなっていう人がもしいたらですね、本当に今日お話を聞いてほしいんですけれども、やっぱりスモールグループのフォーカスが曖昧であることは一つ大きなことがあると思います。なんで集まってかよくわからないっていうこと、いろいろあると思うんですけれども、これはですね、まあ、今現代の若者の人たちに言われるアイデンティティのあり方にあると思います。で、これはまあ僕の友達の、まあ、ゆうまくんっていう子がこの前お話ししてくれたんですけれども、なんか、くにさん、最近の若い子たちの文人化的アイデンティティって聞いたことありますかって言われて、もう一回言ってって言ったんですけれども、文人化ってどういうことかというと、分けるっていう感じですね。分数の分に人って書いて化けるっていうか、文人化アイデンティティと言われるらしいんですけれど、それは要はどういうことかというと、今若い人たち見てくださいね。多分これね、私のお父さんの世代とかなかなかわからないと思うんですけれども、教会に行きながら他の教会のスモールグループに行き、他の宗教、教会、キリスト教団体がしている宣教トリップに参加し、そしてなおかつ他のクリスチャンたちの集まりであるサッカーに行く、そんな節操もない、
っていうね、あのちょっと年配の先生たちはそういうことを言われるんですけれども、若い人たちに逆に聞いてみたら、いやそれ何が悪いのって言うんですよ。つまり私たちの世代より下の子たちはですね、自分たちのこのソーシャルコミュニティをたくさん設けてることに関して、なんと悪いとも思ってないわけですね。それは自分たちのニードが何かって結構はっきりどこかで分かってるんですね。あ、教会は神様からちゃんと聖書的なことを学ぶために行くところだけど、自分の世代が行かないから、いないから他のところで交わりをしようと。他のところでこの交わり微妙だけど、可愛い子があんまりいないから、こっちの合コンみたいなサークルに行って仲良くしようと。だからそういうふうにみんななんかニードを持ちながらですね、いろんなところに所属するっていうのがあるんですね。それはまあ悪くはないと思います。もうまあ僕個人的な意見はありますけれども、だけどあのやっぱりそういう時代だと言えばもう本当にしょうがないなと思います。でその子たちを見てて、僕はまあ弟子作りのために一生懸命してるんで、いろんなお話を聞くんですけれども、よく聞くのがですね、やっぱり行くところどころに応じて自分は仮面を付け替えてるって言うんですよ。え、でもみんなそこ行くの楽しいんでしたら、うん楽しいけど、でもここではこういう顔、ここではこういう顔、ここではこういう顔って言うんですね。だから僕聞くんですね、じゃあどこにいる時の自分が本当の自分なのって聞くと、ないかなとか、わからないって言うんですね。宣教地ですよ、それが僕たちの。本当に私たちの宣教地がどこにあるかって言ったら、その細分化していくアイデンティティに翻弄されている若い人たちの心だと思います。でそれをですね、じゃあどのように掴んでいけるかっていうところのキーが、僕はスモールグループにあると思います。で彼らのお話を聞いてみたら、何か、まあ、さっき言いましたね、彼らは自分たちのニードが分かっている。だけどそのニードの本当に根本的なところは満たされてないから、逆に言えばですね、いろんなところにそれを探し始めていってるわけですね。いやそこって教会であるべきだと僕は思うんですよ。家族であるべきだと僕は信じるわけなんですね。だけどうまくいっていないスモールグループっていうのはですね、大体ですね、まあこういう感じなんですね。あのまあリーダーがいてですね、メンバーがこうやってリーダーがもうひたすら上げ続けてるみたいな、まあ教会もこんな感じですね。だからリーダーがなんかおたふく風邪とかになって来なくなるとですね、合わないんですね。でもこれがまあ今本当はいい形のスモールグループなんですけれども、じゃあスモールグループってこれとこれのもう本当に根本的な違いはここにあります。弟子訓練はですね、単なるインフォメーション、情報を受け継ぐだけではなくですね、トランスフォーメーション、つまりその変容、成果、成長していなければ意味がないわけですね。で、それはまあもう誰でも言える言葉なんですけれども、じゃあどうしたらそうなるのかっていうところを今日お話ししたいと思います。さっきも言いましたね、こう今の若者たち、また私たちも含めてもしかしたらそうかもしれません。心の底で本当に必要だと思っているところが満たされていないので、他のところに手を伸ばしてしまいますね。じゃあその本当に必要なところ、ここが満たされれば私はどこにも行かなくていい、私の中で湧き上がる命の水を見つけることができたらどこにも行かなくていいというのが、もし皆さんあるとするならば、そしてそれはですね、毎週皆さんが経験することができるとするんだったら、それってすごいいい教会だと思いません？それってすごいいい家族じゃないですか。その存在があるだけで、なんかみんなこうちょっとなんかこうグループプライドみたいなのが出てて、なんか他の人たちもこう呼びたくなるような、周りの人たちも What's your secret? あなたの秘密は何なの、なんでいつもそんなにジョイフルなのさみたいな、そんな人いるか分かんないけど、まあ来たら Oh, come to my family、 私の家族のところに来て、私の集まりに来てって言いやすくなると思いませんか。じゃあそのなんか本当にもう密なところでつながるためにはどうしたらいいかっていうことですね。それをちょっと今日お話ししたいと思うんですけれども、ですね、まあですね、もう本当に根本的、もう時間が過ぎかけてますけど、まあ本当にね、根本的なところはですね、僕これはスモールグループの大事なところなんですけれども、まあ、信仰生活の成長と変化を起きる4つの要素、これはね、まあ、当たり前のことです。皆さんもこれやってくださっていると思ってますけれども、まず御言葉が呼ばれるということ、そして御言葉によって定期的な信仰生活の見直し、つまりアカウンタビリティがあり、
悔い改めがあるということで、語られたことへの実行、みんなが従順にそれを行うかってこと、そしてその経験を伝えることができる弟子作り、そして、伝道っていう、この4つのことがスモールグループの中で起きていれば、みんな絶対に皆さんの生活は変わるんですよ。これはもう、こう教科書ですね。これで僕これだけ話したら今日何のために来たのか分かりませんけれども、じゃあですね、皆さん聞きたいです。皆さんの教会のスモールグループではですね、これが行われてますかね。つまり聖書が読まれている、まあ読んでるでしょう、読んでてほしいですね。で、まあ、悔い改めが起きてますか。起きててほしいですね。アカウントビート起きててほしいですね。従順が行われてますか。神様の語られたことみんなでやってますか。そしてそれをやることによって人が変わられていく、そこで弟子訓練ができてますか。それがもしできてたら素晴らしいんですけど、これはですね、まあ、僕が今いるコミュニティのこともかもしれませんけれども、やっぱりですね、もっと簡単な言葉を言うとですね、表面的なんですよ。スモールグループって1週間のうちの行事になっちゃう、 なり下がってしまうことたくさんあるんですね。ただ集まって、あ、今週どうって言ったら、まあ忙しかった、聖書読んで、あ、まあ無難なことで、いやイエス様すごいね、イエス様素晴らしい、感謝です、私は罪人なのにありがとう、じゃあお祈りリクエストありますかって言ったら、今週は特にないですみたいな。なんで集まるんですか、ね、なんで集まりますか。それだったら、つまりですね、大事なことはですね、これです。教会でもし私たちが本音になれなかったら、どこでなるんですか。本当に、まあどこでなるか僕は知ってますよ。白木屋とかですね、鳥貴族とかですね、まあみんな何でわからないですけれども、でもですね、これはミッションです。今日皆さん、あの自分のスモールグループ微妙やなって思っている人はですね、あなたから始めてください。本音にならないとダメですね。で、それって日本の文化にとってはこれはね、めちゃくちゃ怖いことです。みんなの空気読めないし、さっきの輪っかはですね、輪を乱すことになりますから、一歩その輪の中心に一人だけポッと入ることですからね、それは日本の人にとってはもう恐ろしいことです。だけどみんながやらないと誰がやるんですか。本当ですよ。これはもしスモールグループが皆さんのアカウンタビリティとしてだけの、あるいは教会の行事だけの集まりであるなら、スモールグループはスモールグループの機能を果たしていません。今日の僕の一番最初の提題を見ましたね。スモールグループをですね、皆さんの弟子作りの場所として、そのマインドセットを変えなくてはいけません。で、それはね、その人たちに何か教えるということではなくて、神様が私たちにしてくださっていることを証しする場所でないといけないんですね。私たちが本音で話さないといけないんですね。ね、だんだんみんな静かになってきましたね。もう、こう緊張してきましたね。自分のスモールグループを考えるとできるかなみたいな、つまり自分の罪の問題、解決してない問題ですね、アディクションの問題ですね、自分がその同じスモールグループの中にいる人に対している醜い思いですね、そういう話をコンフロンテーションとして出すことができるか、その話をですね、本気で話すことができるかですね、それによってこのスモールグループがただの1週間のうちのですね、交わりから弟子訓練の場所になることができると思います。形はですね、もうすでにあるんですよ。皆さんもう持ってるんです。でもそこで私たちのマインドセットが変わるか変わらないかだけでですね、その教会の成長でも変わっていくと信じてます。それですね、まあ本当これも皆さんよく知ってる言葉ですね。愛のあるコミュニティを通してのみこの弟子訓練が可能です。つまりですね、自分の vulnerability、 私たちの弱さを見せることができるのはですね、本当にですね、愛がなければできません。愛す、弱さを見せることができる人ほど ハンブルな人はいないし、愛の弱さを見せることができる人こそがですね、本当に自分の本当に強い人だと僕は思います。これはもう本当にイエス様グレイコミッションのもう一つの片割れとよく言われるんですけれども、大切な戒めですね。これをイエス様が言われますね、あなた方に私の新しい戒めを与えようね。それはですね、互いに愛し合いなさい。で35年、もしあなた方の互いに
お互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であるということを全ての人が認めるって書いてるんですね。もし皆さんがですね、そのスモールグループにいる人たちを愛してるんだったらですね、自分のワンピースをあげないといけないんですね。友のために命を捨てるって書いてますね。それができたらですね、ちょっとずつ変化が訪れると僕は信じています。ただめちゃくちゃ大変です。スモールグループの仲間のためにですね、自分の恥も外部も捨ててですね、キリストがしてくださったこと、自分の弱さを通して証しすること、そうするとコミュニティが変わりますね。でもそれでリスポンスしてくれないこともたくさんあります。自分の弱さを出すことでみんながなんかしらーっとした空気になったりですね、あ、そんな何々さん、そういうのはこういうとこでしないのよとか言われることもあるんですよ。だけど絶対その中の何人かはこの何ですか、引っ張られてると思うんですね。 Love compels ですね。本当にその皆さんの持ってるそのボーナビリティがですね、その他の人をインバイトするんですね。そういうことがもしできるならば、このスモールグループで弟子作りってできると僕は信じています。だからですね、お互い愛するがあまりに自分の弱さをさらけ出すことができる、それを通して励ましと弟子訓練ができるんじゃないかなと僕は信じています。それですね、これで面白いことはですね、本当に僕たちが本当にその中で自分の弱さですね、自分の、イエス様が語られていることを、解決してないことを話し始めるとですね、そこにですね、愛の結果何が起きるか知ってますか？自由が生まれるんですよ。みんなが自由に自分の話をすることができるんですね。それをノンクリスチャンの人たちが見た時びっくりするんですね。そんな話まですんの？そんな話自分の家族にもしたことないのに、そんなこと自分のなんか友達、長年一緒に連れ添って友達にもしてもらったことないのに、ここのグループでそんなことができるの？そういうコミュニティがもしそこに誕生するならばですね、そのコミュニティ自身が伝道するんですね。使徒の働き読んだことありますか？使徒の働き書いてますよね。もちろんね、使徒たちが出て伝道しますよ。街頭に立って祝言を伝えますよ。だけどコミュニティが伝道するんですよ。そのコミュニティを見て、いや私そこに入りたいと思うんですね。ある時に本当に数十人、うん百人、うん千人が加わったって書いてますね。だからそのような取り組みがあるんですね。日本の宣教と伝道どこから始まるかってね、これね、本当にスモールグループから始まると僕は信じています。で本当にです、ここ最後ですね、真実の愛は本当に恐れを締め出します。だからどこに私たちがいつも帰らないといけないかというと、スモールグループが自分を受け入れてくれるかなっていうところに帰るんではなくて、私たちがスモールグループに対する信仰を持つんではなくて、私たちをそのまま受け入れてくださっているイエス様にですね、変えることでこれが可能なんですよ。イエス様は私たちに絶対のイエスを言ってくれるんですね。 You are so yes ってイエス様が言ってくださってるんだったら、それを信じてやっぱ一歩踏み出すことが弟子訓練と伝道の始まりだと信じます。ということで今日は皆さんお隣にしてですね、言ってください。 You are so yes yeah, そうそう、チーズですけれども、でも本当にね、そのなんか確信を持った時にスモールグループの挑み方って変わると思うんです。もしこの中で同じスモールグループに今日いる人がいるんだったら、その人たちちょっと話しながらですね、次のスモールグループちょっとあの話してみるみたいな、ね、言ってですね、入ってみてください。祈って入ってみてください。皆さんのスモールグループが皆さんの宣教地になるでしょう。終わります。はい、多分 Q&A なんですけど、時間は何時までか分かりますか？15分まで。15分。じゃあ10分ぐらい Q&A をしたいと思いますけれども、皆さんの中で、Q&A じゃなくてもいいし、コメントでもいいので、もし皆さんの中で何か今聞いたお話で共感したり、ちょっと違うんじゃないかなとか質問があれば教えてください。どうぞ。今日はありがとうございます。スモールグループの重要性を聞いて思ったのは、教会には行ってないけど神様を知りたいなと思ってくれてるノンクリスチャンの友達のために、クリスチャンの友達でこうスモールグループを定期的にするとかです。
なんかそういうの、そういうふうな働きとか、そういうご経験とかがあったらなんかお話しさせてとか、あ、教会に行ってないの、そうですね、そういうみたいな。だからまあ弟子の定義でもあると思うんですけど、僕ね本当にこれも大きな考え方の変わった時点変わった事柄なんですけれども、誰でもイエス様のことの、イエス様の考え方、イエス様の生き方を学びたい人は僕もう弟子だと思うんですね。学生ですからイエス様のことを学びたい、そう思った時から学生だと思うんですね。で、僕がいたクリスチャンの伝統では弟子っていうのは要はですね、もうクリスチャンレベル200ぐらいの人しか弟子じゃないというなんか理解がどっかであったんですね。だから教会を毎週行ってて、もう献身とかしてないと弟子じゃないみたいな。だけど誰でもイエス様のことを知りたいと思ったら、その時点でもう弟子だと僕は今思います。つまり弟子となることが先にあって、救いが後にあるってこと、僕はあると思うんですね。まあちょっと語弊を恐れずに言うなら、だから僕の場合はまあキャンパス伝道をしていたので、僕 CCC のスタッフであった時期もあったんですけれども、その時はですね、本当にキャンパスに行って伝道するわけですよ。伝道してイエス様のことを話してるんですね。でも伝道だけども、これ弟子作りなんですよ。イエス様のことを知らない人にイエス様のことをお話しするわけですから、もう弟子作り始まってるんですね。だからその人と2人でまず会うんですね。で、聖書の話したり、この前話したことどう思ったっていう話が始まって、それを僕は定期的にするので、その人と会う時も違う新しいそういう人がまた来るから、それを通してスモールグループになるっていうのはあります。ただやっぱりクリスチャンが1人でノンクリスチャンが自分より多かった場合、ちょっとやっぱり難しいのが現実だと思う。だからやっぱりイエスさんも言ったように、2人3人で行きなさいって言ったのは意味があって、もしペアになる人たちが行くなら一緒に行って、まあ最初は本当にフェローシップでもいいし、と要は聖書に行くまでに私たちが彼らにとって一番のクリスチャンの見本なので、だから一緒に行ってご飯食べるだけでもいいけど、その前にちょっと祈るのが見えたら、え、それ何してるのとか聞くので、いや、お祈りって言うんだぜみたいな話から始まることができますから、だからスモールグループで名前をつけなくてもやっていって、その後もしかしたらっていうのはあってもいいかもしれません。はい、まあ、マスターシードの島谷先生さんちょっと聞いたんですけど、はい、で結構日本の教会もずっとある時から弟子訓練とかスモールグループ一生懸命やってる教会もいっぱいあって、はい、で挫折していってしまって、で、マスターシードの先生聞いて、千葉達で聞いたら、で選挙、次の街道教会を作るための弟子訓練という目標がもっとはっきりしてるんです、うんうん、そうですね。で、私の使わされたシンガポールの母教会、前はスムイだったんですけど、世界に40年間で1800チームを送って1万教会ぐらいあるんですけど、で日本にまた24教チームを送ろうとしてるんですけど、そこはセルが海外選挙のためのセルなんです、はいはい、で私自分はそれを知ってるけどできてないっていうね、その葛藤、もともとの自分の生まれた日本キリスト教団とかそういう中でのいろいろやってきたけど、ようやく分かってきて、だからそのスモールグループがただスモールグループであるとやっぱり難しい、それがやっぱり目標をしっかりと、そういう次の教会を生み出すんだ、海外に行くんだっていうね、そういうものがはっきりしていないとスモールグループはただのよどんだ、うん、関係になってしまうんじゃないかっていう、それはどうですか。僕もそれはしっかりとした方向性を持ったスモールグループではすごく大事だと思います。で、今日僕が話したのはやっぱり伝道っていうファクターをすごく強調したスモールグループのあり方、あるいはそれを通して、私たちの中にキリストが形作られるまでっていう人格的形成を元に置いたスモールグループの定題であったので、今日みたいな話になりましたけれど、もしそういうふうなプロジェクトとかミッションとかがもし本当にあるんだったら、それに特化したスモールグループをしたらいいと思いますけれども、僕はもうそれはスモールグループって多分呼ばなくなると思います。それもうどちらかというとやっぱミッショナルコミュニティだし、さっきとした意識があってすることなので、やっぱりフォーカスはちょっとず変わってくると思うし、やっぱ海外で開拓とかを考えている人たちが集まってくるので、彼らの霊的な成熟度は私たちが今話しているコンテキストとはちょっと明らかに違ってくると思うので、コンテンツはちょっと違うと、やり方も変わると思いますね。でもその用途に応じた集まりっていうのはどんどんあったらいいと思います。多分その感想では、もうあらゆる形があって、あらゆる民族でこんなキリスト教が増えてきた、まあ、中国で地下教会が増えてるのも、ね、
もういろんな状況がもう全部絶えず、中国も今また厳しくなってますね。そうですね。でその中で生き延びてきて、しかも生き延びただけじゃなくてまだ拡大しているっていう、うん、だからもうなんかこう一つの日本人的にはこうパターンに決めたいんだけど、とにかくあらゆる形が自由にできて、うん、御言葉と御霊に導かれて、うん、それでいいんじゃないか、どうですか。そうですね。だからあのこの、まあ、僕も自分時々思うんですけど、やっぱり僕はあの北米で教育を受けたので、やっぱ北米 の進学形態っていうのはよくこのモデルに当てはめたがるんですね。だからそのモデルで、あのこれがうまくいくモデルならデュプリケートしやすいからっていう考えはあると思うんですね。でそれに陥る罠っていうのはもちろんあるけれど、だけどやっぱりその今日はちょっとお話ししなかったしできなかったんですけど、弟子作りっていうのは一世代で終わっちゃダメなんですね。やっぱ倍化弟子、弟子を作るための弟子を作って初めて弟子作りっていうものなので、だからそのいつもやるときにどうしたらこの子たちが次の世代を育てられるかっていうことを考えてやらないといけないんですけれども、そのサークルでやるね、スモールグループでやるセルグループっていうのはすごくマルティプライしにくい、うん、1人が抜けた新しく加わることでもうそのケミストリーが変わってしまうので、やっぱりそのデュプリケーションは難しい、だけれども文化っていうものがもしできてしまった場合、そこで弟子作りっていうものがでやるものだという文化がこのグループの中に根付いた場合、2つに分けて増やすっていうことはできると思います。ただその上下関係のそのアジア的なテキストブックがあってやってっていうように比べたら、やっぱり全然デュプリケーションはしにくい、マルティプリケーションはしにくいと思います、うん、はい、あのすごく最後の愛っていう部分は、はい、よく分かるだけなんですけど、はい、ただその一つそこでこう一つ自分が破れてて本音をしゃべる、でもいつしか本音をしゃべるっていうことでそれが形状化するっていうか、いわゆるそれが普通になっていくってなると、結局何ですか、みんながそこで言い合ってた時、最後それでもそれをまとめたりそれを引き上げていくっていう、どうしてもまあ感覚的な場所なんだけど、そういう部分っていうのがやはり求められてくるんじゃないのかなと、うん、だからまあちょっと軌道修正してそれでもっていうか信仰の発言があってみたいな、そうですね、だからまあ特に、まあ、俺私だけ申し上げると、教会生まれ教会育ちだといつも泣いてるおばちゃんとか、あ、いますね、いますね、いてカタルシスになっちゃって、そうですね、子供ながらに、はい、その話は前も聞いたよみたいな、あ、いますね、ただその人は本当にそこでバーストしてるし、それで神が愛くれてるんでしょうけど、うん、なんかそういうのがこうよりこう上がっていくっていうんですかね、そうですね、 まあそれは僕の個人的な体験なのか、うん、それとも先生のそういう今なさってる、特にあのでも若い子であればそういうのでこうステップアップしていくかもしれないけど、うん、それちょっとどう、その次っていうかなんかどうなのかなと思いがあるんですけど、そのね、だからまあそれを、うーん、これ難しいな、あのね、多分教会成長っていうものをもし右肩上がりっていうものだけで判断しているんだったら、やり方っていうのは変わると思うんですね、そういう人たちに対しての。だけれどももっとこう全人格的な深さと広さっていうものを見た時に、弟子訓練の成果と見た場合、まあ、パウロも言いますね、あの体の一部が痛めば体全体が痛むんだってね。であのこの中で盲腸になった方いられるか分かるか分かりませんけど、盲腸でめちゃくちゃ痛いらしいんです。僕になったことないんですけどね、めちゃくちゃ痛いらしいんですね、痛いらしい。 で時々やっぱ傷がうずくっていうんですね。でその時に体の全体が、あ、またかって思ってがっかりするんじゃなくて、その時のことを思い出して、そのことに対してどう対応、他の部分が対応していくかっていうことにシフトすることができたら、つまりその人また繰り返して話してるんじゃなくて、それを聞く私がどれだけキリストに近くなっていくかっていうものの
なんかバロメーターになればいいんじゃないかなって僕なんか思うんですね。あの人またこの話してるって、あの時はもうめんどくさかったけど今日は何て言おうかなとか、イエス様あなたは今彼女に何を、この話あなた何千回聞いてると思いますが、イエス様あなたはこの中で何を言いたいんですかって、それから私に何をするべきなんですかって、そういうもしそのマチュリティがですねコミュニティの中でもしあれば、そのグループに5人いたとして、このおばちゃんが毎週泣くんだったら、この5人が5通りのやり方で、4人が4通りのやり方で違う深みに行くことができると僕は思うんですね。それを通することによって OK ですか、弟子訓練が起きてるんですね。今まではあそれはすごいクリエイティブな返し方だみたいな、他の人を見てなんか学ぶこともできると思うんですね。だから本当にその深さっていう部分を見た時に、やっぱ会社ではないので、やっぱ私たちがその人たちをどう愛せるキャパシティが深くなっていくかっていうことを、もし本当に愛というものがあのファクターになるんであるならば、それを持ってやっぱりその成果を見分けるのがいいんじゃないかなとは思います。でも難しいです、それはもう。ありがとうございます。まだいいですか。はい、一つですね。あのスモールグループ6人なんですけど、はい、ほとんど半分以上の人がちょっとまあこの1年間参加してない状態で、まあ、その自分の弱さをさらけ出すっていうことをしたときに、じゃあ他の方もどうぞ分かち合ってくださいみたいな、でも誰もそれにこうちょっと参加せずみたいな、結局一人で喋ってしまったみたいな感じになってしまって、なんか反対になんかこう、だからこう自我っていうか自分がってなってしまってるのかなって思う。そうね、もう霊的な戦いですよそれもね。なんか私喋りすぎちゃった1年続いてその、まあ、半分以上の人が そこに参加しなくって、うん、このままこれを続けていいのかどうかって本当にもう、うん、これはもうすごいこの1年の課題だったんですけど、うん、それをなんか今日お伺いしながらどうしてもかな。そうですよね、やっぱりスモールグループリーダーとして一番こうエネルギーを取られるのは自分がどれだけポアアウトしてこう注いでるのに帰ってこない時ですね。めっちゃ疲れますよねあの時ね。で僕たちもそういうの今経験してますけれども、でもねやっぱり大事なのはやっぱりバラで会っていくことだと思うんです。その時全員でもし会えなかった場合は、なんかその中でこの人とはちょっと話せるんじゃないかなっていう人と見つけて、まあ、2人でランチしたりとか、2人でまあ旅行、まあ、行けば分からないですけど行ったりとか、やっぱり電話してみるなりとか、そこでまあ弱さを出してみるっていうのは一つで、それがどうリスポンスするかっていうのをちょっとずつ試してみるっていうことは一つあると思います。でもう一つはですね、本当ね、もうこれは、ね、神業です。神様しかできないっていうのは本当にどっかで私たちへりくだって受け取らないといけないことはあると思うんですね。この前も僕のグループで僕はいつものようにですね、多分みんな僕のと暑苦しくて嫌になってきてるかもしれないですけど、やるんですね。でその時はもう何もないんですよ。で僕だけ言って、じゃあお祈りして終わろうかみたいなか、あお祈り方やるって言ったらもう誰も何も言わないんですね。だからいつものように僕が祈って終わって、みんなで別に普通にね談話してご飯食べてる時に急に始まるんですよ。つまりですね、その時に僕なんでこれを先にしてくれないのみたいな、今気づいたら終わってから4時間も経ってるみたいな、なんかそれでもその時にもうバーってなったりとかして、はーみたいなね。だからその時なんかあ神様だってやっぱり思うことはありますね。だからやっぱり祈り の要素も絶対あると思うんですね。本当に神様にこう取りなしていくっていう、神様助けてください、本当にあなたのためにとか、まだ私のためにもしかしてやってるのかもしれないけど、神様あなたがみんなの心を一致してくださいっていうお祈りはやっぱりいつもするのは大事なことだと思いますね。はい、おしまいです。もし時間があればまた言ってください。